ビハビクローバー。はい、今回からですね、こちらのハピハピクローバーやっていきたいと思います。私はこの作品はもう絵を見たことあるなぐらいしかちょっとなんかわかんないんですけど、この間までね恋するプリンやってて、その流れでちょっとこう懐かしのねキャラクターになんか今ハマれたらなと思って、なんか懐かしむとかじゃないからね、今ハマれたらなっていう、はい、初めから、これはたくさんの動物たちが暮らしている三日月森のもので、合ってるかな、読み方合ってるよね、さすがにね。あ、かわいい。待って、ドットかわいくない？おはよう。あの、なんだろうね、なんか女子向けゲームってさ、やけにやっぱこう画面が綺麗なもの多いよな。ヒラリさんでこう飛んできた子ね。パパとママに挨拶しないとね。はい、大事なことを言っておくね。ヒラリを呼びたいときはヒラリボタンをタッチしてね。ヒラリが飛んできてゲームのヒントを教える、ありがとうございます。素敵な方ですね。バックボタンをタッチすると持ち物を見ることができるよ。はい。ヒラリさん、今？すごい。こんな風にヒラリが飛んでくるからね。まずはパパとママに挨拶しないとね。はい。おはようございます。タッチ下じゃないとダメなんだ。ママおはよう。おはよう、ちま。今日もウサポスト会、ウサポスト隊のみんなでお手紙配達。なんかね、そのお手紙を配達してるっていうのは知ってるの。うん、ギリギリ。ウサポスト隊のみんなとはいつも仲良しね。もちろん。親友のメルとはいつも一緒に遊んでいるし、ガクは元気でみんなを大切にしてるし、春には勉強も教えてもらってるし、みんな仲良しだよ。ヒラリもウサポスト隊だよ。ヒラリさんはいつにも、ヒラリさんにはいつも助けてもらってるね。そうなんだ。ほんとみんな仲良しね。私なんかこの世界になんか、スナフキンのようなイケメン枠がいるっていうのを聞いて、私はそれに、その方に会いたいんだけど。パパこっち見てくれない。おはよう、ちま。ウサポスト隊の仕事は大変じゃないかい？大変なことも多いけど、手紙を届くとみんなが喜ぶから、やりがいのある仕事だね。頑張ってね。ウサポスト隊のメルちゃん、ガクくん、ハルくんが、そろそろ来る頃じゃないかな。あ、かわいい。おはよう、ちま。あれは何？ポスト？待って、春かわいい。もうすぐ来ると思いますよ。なんか、大体顔でこの子はどういう子なんだろうなってわかるよね。弟たちの面倒見てたら遅くなっちゃって。これもちょっといずれあれだな、ゲームクリアしたら、コミック買っちゃうかもな。みんな揃ったね。それじゃあ、ポストに手紙が入っているかどうか調べましょうか。チマの顔の形をしたのがポストよ。みんなの家の前にそれぞれの顔をしたポストがあるんだぜ。へえ。チマのポストは特別なんです。ゲームのお話に関わる手紙が入ってますよ。寝たいな。急に寝たいな。私たちのポストにも手紙が入っていることがあるから、時々調べてみてね。手紙が入っていると、ポストの上に手紙マークが点滅するの、ありがたいですね、そんな。親切設計ですね。手紙が入っているようですね。ポスト調べてみましょう。ゆうた？私ゆうた出てきてびっくりしたんだけど。ママ宛ての手紙を手に入れた。熊野ゆうた。マジあ、そう。手紙やバックボタンをタッチして確認できますよ。熊野ゆうたのママは青空の広場にいるはずよ。その場所に行くには一度外へ出るんですよ。へえ。いろんな場所に行けるよ。どこに行けばいいか、行き先が光って教えてくれ。親切設計だな。その場所へ行ったらアイテムを取ったり、誰かに会って話してね。はーい。
まさかいきなり最初がユータだと思わなくてもうびっくりよ。もう世界が仰天って感じね。独特な BGM、うん、なんかどんぐり落ちてるよ。拾わなくて大丈夫。ここには私のお家もあるわ。意外と広いですね。上にマップ出てますけど、とっても綺麗なお家だよね。熊野ユータのママはこの広場の上の方にいるはずですよ。熊野ユータ、なんか自分で何回もユータっていうのやだな。お手紙届けよう。はい、届けますけど、これ何ですか。拾えた。あ、なんかちょっとイケメン風。全然イケメンじゃない。こんにちは、メルのパパ。あ、なんかすごいつぶらな瞳。熊野ユータのママを探してるんですけど。熊野ユータのママなら、なんかフル尺で言う人ある。家の前にいたよ。メルネの近くだったよね。この広場の上の方に。はーい。でも喋りたいな私今人と。ロイさん、え、なんかイケメン風じゃない。あ、はい、行きます。ありがとうございます。ごめんなさい、いちいち聞いちゃって。なんか落ちてるよ。で、落ちてるものは拾っときたいですよね。うん、走るの遅っ。これ全力？これ全力、全力だか？なにこの人たち。モグラのおじさん。へぇ。あ、か、やだ、つぶらな瞳。こんにちはだよ。森の地下はわしらの庭みてえなもんじゃ。すげえ。ひいじいさんの代から穴掘りを続けているだよ。こちらの方は？マウマウちゃん。前髪。マウマウちゃんは何？会話したくないタイプ。ごめん。こんにちはでしゅ。どうしたの？考え事もしてたの？もうすぐお父さんの誕生日なんでちゅ。お父ちゃんに内緒でプレゼントを考えてる。隣だから聞こえちゃうんだよな。頑張って考え、あ、かわいい。なんか今のところ平和ですね。なんか嫌なやつみたいな誰もいない。そうよね。ちゃうだもんね。そう、ちゃうなのよ。ちゃうに嫌なやつなんて言ったら困るんだよ。この方ですか？すごいじゃない、なんか。いかにもって感じで。ユータのママにアナグマのポコを、え、ユータのママにアナグマのポコのママからお手紙。ユータのママ何が書いてあるのかしら。パンケーキに使うベリージャム分けてほしいって書いてあれば。でも困ったわね。ベリージャムの材料のベリーを切らしているのよ。あら、それなら俺たちで取ってきてあげようぜ。1枚いきましょう。そうですね、やりましょう。ベリーね。ベリーの宝石箱ならベリーがたくさん取れるんだね。どこそれ。ベリーが10個必要なのよ。まあまあ必要ね。うん、ごめん、どこ。そのベリーのなんちゃらはどこにあるのかしら。ベリーの宝石箱。へえ。あ、ほんと落ちてるね。めっちゃ落ちてる。かわいい。ベリーがいっぱいなっているわね。ベリーをいっぱい取って帰ろうぜ。泥棒よ、もう泥棒。誰？あなた誰？え、この子は何？バンビ？ディズニーかしら。突然のディズニーの世界。大量に取っとこう。ある分だけ全部取っとくから。うん、後から必要になる可能性もね、ありますからね。よいしょよいしょ。これ、上になってるリンゴも取れるの、いいね。こんなもんですかね、でも、うん、
いいね、なんか分かりやすいねここに行こうねみたいなのがすごく分かりやすくていいですね。それね、女児向けですからね。よいしょ。ベリージャムの材料のベリーを集めてきました。ありがとう。せっかくだからちまちゃんたちでジャムを作って、ジャム作るの？面白そう、楽しそう、やってみたいですね。でもどうやって作ればいいのかな。それじゃあベリージャムのレシピをあげるわ。レシピ？レシピと材料があればアイテムを作ることができるの。そうなの？レシピからアイテムを作ってみてね。まずはバックボタンをタッチしてバックを開けてね。作りたいレシピの名前をタッチして選んでね。なんかすごい寝たいね。作ります。ほい、かわいい。すっごい細かいんだけど。オッケー、オッケー。かわいくない？作成中。1個ぐらい作れるけど、まあ、別にいいわよね。作りました。美味しそうなベリージャムができたわね。レシピで作ったアイテムは持ち物に入っているわよ。できたベリージャムをアナグマのポコのママに届けてもらえる？任された、はい。アナグマのポコのママは虹の広場に住んでいるわ。虹の広場、近道知ってるって。近道？この広場の西の道を抜けると近いんだ。ほう、西だからこの広場の左の方に近道が。ねえ、ありがとう、親切設計。今西ってどっちだっけってすごい思ったもん。ありがとうねあれ、こっちでいいんだよね。あれ、左の方行くと近道がある。そっか、さっき道見立て右行ったもんね。こっちね。あ、矢印出てるとこしか通れないと思ったけど、近道だから矢印が出てないのか。これか、通れなくね。この岩の先が近道だったんだ。岩で塞がれていますね。どうしたらいいのかな。あとは蓮船に乗っていくのが一番早いな。蓮船？そうだ、どうせなら蓮船で競争した。すごいアクティブ、面白そう。やろうやろう、アクティブ。それでは一度青空の広場を出て蓮船に乗りましょう。はい、蓮船だって。よいしょ、これね。蓮船に乗っていけばアナグマのポコのママのいる虹の広場行けるのね。誰が一番早く着くか競争だ。オーケー、負けそう。タッチした方向に進むの。岩、渦、木を避けて進んでいてね。はい、頑張って。頑張ります。不安ですけどね。3、2、1。これリンゴとか取った方がいい感じですか。お邪魔よ、皆さんお邪魔よ、うん、ほどきになって。うわ、あわわわあわわわ言うて、うん、やばいやばいやばい、当たっちゃう、めっちゃ当たっちゃう。やだやだ、うわ最悪。最初ですから。低くないね、今私最下位ぐらいの勢いだったよね。ないですか。
うわ、また今日絶対しようね、負けないからって。ストーリーモードで遊んだ対戦型のミニゲームは友達と対戦、通信機能もあるんですね。なるほどね。悔しい今の。くぅ、もう一回やっていいですか？届けろよって。ちょっと待っててって感じ。アナグマのママごめんなさい、待っててください。もう一度私下ります。やめてよ、やめてよ。そう、あわわわわ、うん、タッチペンがね、タッチペンのせいにしていい？あわわわ、早くね？冷静に早すぎ、一人。どないなっとんねん。一人早すぎるだろう。まあでも順位的にはいいけど、物取れてない。あ、よかった。よくできましたということで、褒めていただかないと次進めませんよね。うん。いいです。一件届けます。はい、ごめんなさい。虹の広場オレンジ丸、え、そうなんだ。そっか、ガクの家もここにあるんだよね。アナグマのポコのママを探してベリージャムを届けましょう。きっと楽しみに待っているわ。オッケー、聞いてくれるさ。ですね、素敵。あなたですか？こんにちは、ニュータのママからお届け物です。ニュータのママからね、頼んでおいたベリージャムね、パンケーキに使おうと思っていたけど切らして困っていたの。ちょっと味見してみようかしら。どうした、大丈夫、どうですか？とっても美味しいわ。よかった、そのジャム俺たちが作ったんだぜ。あら、そうなの？とってもよくできているわよ。ベリーも私たちが取ってきたんです。そうなの、だからこんなに優しくて美味しい味なのね。平和な世界。そうだ、お礼にこれをあげるわ。パンケーキのレシピ、もういいね。これはパンケーキのレシピを材料集めて作ってみてね。ありがとうございます。やったな、やりましたね。よかったね、みんなのおかげだよ。かわいい。今日はゆうたのママのお手伝いでポコのママへベリージャムを届けました。ウサポスト隊が力を合わせて作ったジャムです。ポコのママに美味しいって褒められて嬉しかった。終わり。え、終わり？おすみなさい、はい、あ、なるほどね、これで1話終わりましたよ。どうぞ。あ、やだ、ちょっと可愛いじゃないこのねえ。なるほどね、これで2日目と。じゃあせっかくなので、まあ区切りもねちょうどいいので、この今1話目が終わったところで今回終わっておきましょうかね。なのでこのゲームはちょっと1話1話やっていく感じでいこうかなと思います。いや、思ったよりもいいですね。まああまりキャラ事情を知らないですけれども、ちょっとテレビアニメもあるもんね、確かね。そっち見たいな。うん。はい、ということで、このね、ポストの手紙が入っているねは、ちょっと次回までこのままいてもらって。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。